市から井上アナウンサーお願いします。はい、震度6強を観測した福島県相馬市です。こちらは町の中心部なんですが、あちらの建物の目の前にはガラスの破片が散乱しています。そして床の方に目を向けますと、窓ガラスが完全に抜けてしまっています。地震によってあの窓ガラスが落ちてしまいました。そしてこの家の持ち主の石田雅彦さんです。石田さん、あの地震当時の状況を教えてください。すごい揺れでした。南北みたいな、ね、東西にこう大きく揺れた、こう回転するような感じで揺れました。11年前に東日本大震災がありましたけれども、その時と比べるといかがでしたか？今回のは大きかったです。大震災は